ミュージシャンの知り合いがいましたよ。お客さんが持ってる。ああ、そうかね。うん。あの人を忘れてた。誰よ。もう、チーム付き焼き場の一員と言ってもいいでしょう。ミュージシャンいました。誰よ。だからもちろん私今から電話します。出演のオファーを。するために、うん。うん。リトルトゥースですから。うん。このミュージシャンの方。もちろん、大土管アイで出てくれると思うんですよ。これはそうですよ。あ、そう。大土管アイで出てくれないと、やっぱり。うん。うん。ちょっとね、この方。うん、皆さんびっくりすると思う。誰？このミュージシャン。うん。うん、ちょっと電話してみましょう。大土管アイでね、うん、出てくれるでしょ、リトルトゥースなんですから。はい。うん、でいいのかな、大道具内で来るかな。リトルトゥースですからね。まあそう、うん、聞いてくれてるかどうかもあるしな、うん、今聞いてくれて大道具あい。いや誰なんだよ。出てくれたけども。誰なん、分かんなかったですか。分かんない、女子なんか聞き覚えのある声だけどね。抜けたような、なんかちょっと、うん、ちょっとバカみたいな声したけどさ。聞く分ある。それにしてた、切っちゃった。思ったよりフルスイングの大土管愛だったんで、怖くなって切ってしまいました。すいません。まずいよ。ファンの方にも怒られちゃうかな、こんな失礼なことしちゃったら。しちゃダメよ。ちょっともう一回、うん、再ダイヤルでいいんですかね、この場合はね。うん、すいません、失礼しました。うん、申し訳ないです、本当にね。かかってるかね。もう一回押す、うん、もう一回かけた方がいい、うん、もう一回かけ。もう一回かけます、はい。うん、今度はもうね、大土管愛じゃなくても、うん、いいですけどもね、うん。ちょっと申し訳ないですよね。びっくりしちゃって。とりあえず、はっきり誰なのかわからないとさ。うん、そうです、うん。はい。これまずいですよ。うん。うん、あ、もしもし。あ、もしもし。ちょっと怒ってんじゃん、ほら。あれ、ちょっと怒ってますか。怒ってます。ほら、美和さんで間違いないですね、ミュージシャンの。間違いないです。あ、ちなみに今、大土管愛とかなり大きい声で言っていただきましたけども、どちらにいらっしゃるんですか、はい、うん、沖縄にいます。あ、沖縄。沖縄、はい、なんでまた。沖縄で今日の夜にライブがあります。はい、あ、ライブがあるので沖縄にいらっしゃる。あ、それで今ホテルかなんかで大土管愛とおっしゃったっけ。そうですよ。あ、大丈夫ですか、うん、隣の部屋とかの様子は。わかりつかなかった？大丈夫？いや、わかんないですけど。大丈夫ですか、うん、ちょっとまあ、ね、夜も深いので、うん、あんまり大きな声は出さない方がいいかなと思うんですけれども。いや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 、めっちゃ振られたんで頑張ったんですけど。あ、ありがとうございます。すいません。で、まあ、ちょっと、話はちょっと、はしょるんですけども、我々はしょったらわかんないんだよ。オールナイトニッポン仲間っていうことで間違いないですよね。ゲストで行ったりしたこともあって。もちろんそうですね。ですよね。あ、はい、そうだ、これ聞いておきました。ちなみに、みやさん、今一番好きな、はい、芸人さんってどなたですかね。はい。今一番好きな芸人さん、どなたですかね。はい。ちゅうえいさんか、小宮さん。あ、そうですか。移り変わってますね。若林と言ってくれてた時期もあるんですけど、で、やっぱ、二人傷つけてるからね、今ね、私と又吉くん。若林、又吉くん、で、今、ちゅうえいさんと小宮くんですね。これはもうあれです。ミーハーということになりますよ。いいですね。いいです。いいです。うん、ね、で、オールナイトニッポン仲間ということでね、はい、我々ね、オードリーのオールナイトニッポン5周年記念ということで、うん、はい、史上最大の音楽祭りというのをやるんですよ。音楽祭りなんですよ。音楽祭り、私、リトルトゥースなんですよ。あ、本当ですか？聞いていただけてます、このラジオ。聞いてますよ。じゃあ話は早いですね。あ、で、今回、
結構ビッグなミュージシャンを呼んでまして。あ、そうなんですか。ええ、ビトタケシ、はい、でバーモント秀樹ミワちゃんっていうこの3本柱でね、はい、お客さんは3本柱、はい、そうね、ミワちゃんがトップバッターですけどね。うん、バーヒデが本当に切れてんじゃん。ミワちゃんの事務所に怒られちゃうよ。オープニングだってもう前説ぐらいの勢いで出てもらいますけど。で、ちょっとね、なんでミワちゃんにの力借りたいかというと、はい、我々そのリトルトゥースがいっぱいこうおかげさまで先行の発売でも何千人か来ていただいて、うん、それが10、すごい応募だったみたいですね。そうなんですよ。それが10代と20代前半の若い子がまあ多いんですよ。すごいですね。なんでやっぱ美和ちゃんがねすごく人気のあるところなのでお願いしたいなと思ってるんですけども、うん、はい、キャパ5000で、ミヤさんもやられてたじゃないですか、国際フォーラム。あ、去年のツアーでやらせていただきました。はい、私、佐久間さんとこの番組の D の吉木さんに挟まれて見てたんですよ。はい、ありがとうございました、はい、その説は。一回も抜かれなかったですけどね、有名人に。顔は作ってたんですけども。で、どうですか、ちょっと来ていただけないですかね。もう私なんかでよければ、はい、あ、いいですか。あらららはい、ありがとうございます。ありがたい話よ。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、なのでもう、うん、ありがたい。我々毎週ちょっとこう、うん、うちは若さまとか、うん、カスミンとかへの振ってくれっていうことなんで、うん、庭っていうのもだいぶ増えるかと思いますけれども、はい、私のじゃですか。はい、うん、作っていい、そんな作ってくれる人いますかね。いや、そりゃいると思いま す, ます。大概そうなると思いますよ。いや、ならないです。で、あ、そうなんですね、今日15日ミヤさん誕生日なんですね。そうなんです。あ、そうなん、今もじゃあ明けて今日ですか。明けて今日初仕事。あら、じゃあ今誕生日なんて初めての仕事が大都館愛、はい、そうです、本当だね。お見事。これはいい一年になりそうですね。うん、ありがとうございます。小菅さん、なんかやっぱお誕生日なんで、美和さんがちょっと、うんうんうん、一言お願いできますか。もういいですよ、はい、美和くん、うん、お誕生日、はい、おめでとうっす。あ、出ました。ありがとうございます。笑いなし出ましたね。笑いなし、なし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 、笑いなし、うん、ね、何なんだ笑いなしって。ねじゃないよ。いや、カズヤ君、だから本番前も言ったけど、笑いなし振ったら、うん、滑り汁ビシャーもやってって言っといたでしょ、それ。忘れないでください、それ。そこまでやんないと。今日の縦軸にするからって言った。分かった分かった。すいません、ミワさん、お待たせいたしまして。うん、ちょっとミワさんの方も笑いなしお願いできますかね。一言。そうね。え、何ですか。受けたから、だから。うん、笑いなしっていう言葉が今春日さんの方からあったんで、はい、うん、ミワさんの方も一発笑いなしの絶叫もらっていいですか。あ、絶叫、はい、絶叫。すいません。うん。笑いなし。ありがとう。これミヤさんのもんですね。笑いなしは。いや、もう絶対これまあ、どうされちゃうからな。持ってかれたな。一緒にな。鬼瓦もなんかたびたび流れるし。ありがとう。出ました。ほら、用意してんじゃん。ありがとうございます。団長は用意してんじゃん。で、なんかちょっと、今回スペシャルウィークのゲストということで、ミヤさんにご出演いただいたので、いや、もう本当貴重な時間を、本当私なんかがすいませんっていう、うん、いや、とんでもないよ。いや、こちらですよ、申し訳ないです、うん、本当に、うん、ミヤさん、なんかすぐ聞きたいんですけど、いや、ちょっと待ってください。もう本当もったいないなと思ってて、いやいや、スペシャルウィークに、いや、我々もね、うん、ちょっとありがたいなって話です。なんか告知とかあったら、お知らせあれば、うん、お礼も兼ねてちょっと十分やっていただきたいんですけど、うん、いいんですか。はい、ね、もちろんですよ。7月2日に、はい、
新曲、君に出会えたからっていう曲が、リリースになるので、うん、はい、ぜひ、オードリーさんのオールナイトニッポンでもかけていただけたら嬉しいです。あ、もちろん、かけさせて、あ、しまった、そうか。ミヤさん。はい。リトルトゥースだから知ってると思うんすけど、はい、この番組でかける曲はビトさんの浅草キッドだけって決まってるんですよね。いや、そこをなんとかワンコーラスだけでもかけて、でもそうすると君に出会ってんじゃねえよっていうコーナー作んなきゃいけなくなっちゃうんですよ。うん、そうなってくるとまた二度手間って感じ、三度手間になっちゃうんで、まあでもちょっとどっかでお礼にかけさせていただきたいと思います。うん、そうね。毎週聞いてるんで楽しみにします。ありがとうございます。まあ、中英さん、小宮さんに今ガッと来てると思うんですけど、引き続きオードリーの方もよろしくお願いします。リトルチュースなんで。はい。応援してます。じゃあ明日のライブ頑張ってください。頑張ります。はい。ありがとうございます。そしてじゃあ国際フォーラムよろしくお願いいたします。うん、よろしくお願いします。はい。失礼いたします。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。